いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？どうすれば結婚相手と出会えるんだろう、と悩んでいる女性も少なくないはず。そこで、今回はメンタリストのダイゴさんが結婚をテーマに書いたグラトレ。ダイゴ宝島社より結婚相手と出会うためにするべきことをご紹介します。 1. 結婚できると思い込む。心理学の研究で、運がいいと思っている人と運が悪いと思っている人を比べると、運がいいと思っている人の方が道に落ちている小銭に気づく確率が高いそうです。それは結婚も同様で、結婚したら幸せになれると思っている人は、結婚に少しでも近づくための出来事をいつも無意識に探して自分へ引き寄せていると筆者は言います。まずは前向きに考えることから始めましょう。 2. 出会いがないことを人や物のせいにしない。仕事が忙しいから出会いがない、恋愛指南本を買っても結婚できないという女性もいます。しかし、できない理由を自分以外のものに求めると変化は起きないと筆者は語っています。忙しい中でも時間を見つけて出会いの場に足を運んだり、恋愛指南本は読むだけでなく自分の中に落とし込んで実践することが大事と言えるでしょう。